コロポンは中央屋や,や右寄りにある。コロポン、またはコロフォンは古代リュギア地方にあった都市で、紀元前千年期の初め頃から存在した。イオニア同盟の十二の都市の一つで、レヴェドスとエフェソスの間に位置していた。コロポンという名称はカッパラムダハイニュースなわち、頂上に由来し、分水嶺に位置していたことを意味している。また、奥付けを意味するコラフォンも同じ語源である。 また、ロジンを、キャラファニーとも呼ぶが、これは、コリフォーニアレシナすなわち、コロポンの松から採れる、天然樹脂を意味し、弦楽器向けの最高級品とされていた。この都市の廃墟は、現在のイズミル県の小さな村カストローブグイア,アケウイにある。古代ギリシアのアテナイ王の二人の息子がそこに、植民地を築いた。哲学者クセノパネスや詩人ミムネルモスの出身地である。 アレクサンドロス大王の死後、ペルディッカスがサモス等のアテナイ人入植者をコロポンに追いやった。その中にはエピクロスの家族も含まれており、エピクロスもそれを追ってコロポンに住んだ。リュシマコスはマケドニア王国の将軍でアレクサンドロス三世の後継者の一人としてトラキアとアナトリア半島を制し、紀元前306年に王を名乗った。コロポンの騎兵隊は、 有名だったが、紀元前3世紀にリュシマコスに敗北し破壊された。同時期に隣のレベドスも破壊され、人々は強制的に移住させられ、廃墟となった。ノティオンはコロポンの外交として機能していた。またカルカースとモップソスが予言の技を競ったと言われる神託所が近くにあった。古代ローマ時代にはリュシマコスによる征服後の復興に失敗し、 重要性を失っていった。そのため外交だったノティオンがコロポンと呼ばれるようになっていったが、キケロの時代までにその名も失われた。さらに、コメーロスの出身地とされることもある。ルキアノスは、本当の話の中で、コメーロスの出身地の可能性がある地名の一つとして、コロポンを挙げている。ありがとうございます。